公益財団法人原子力環境整備促進。資金管理センターは、放射性廃棄物処分に関わる調査研究と資金管理を行う団体。略称は、原玉木センター。低レベル、高レベル放射性廃棄物及び TRU、廃棄物処分についての地質、海洋環境や処分技術に関する調査研究、パンフレットやワークショップによる広報活動を行う。 2000年10月より特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に基づき同法の指定法人として原子力発電環境整備機構による放射性廃棄物の最終処分に関する資金管理業務を行う2005年からは原子力発電における使用済み燃料の再処理等のための積立金の積立及び管理に関する法律に基づく 資金管理法人として、再処理等赤流金の管理等を行う。これらは、最終処分資金管理特別会計、再処理等資金管理特別会計として、一般会計とは区分される。再処理の積み立てに関しては、原子力発電における使用済み燃料の再処理等の、ための積み立て金の積み立て及び管理に関する法律の、原子力発電における使用済み燃料の再処理等の、 実施に関する法律への改正に伴い、2016年10月設立の使用済み燃料再処理機構に拠出するという形に改められた。ありがとうございます。